子ども政策課のともさんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。児童虐待防止推進月間というのはどのようなものなんでしょうか。はい、児童虐待防止等に関する法律が平成16年11月に施行されたことから11月を児童虐待防止推進月間と定めたものです。期間中は児童虐待防止への関心を高めるための活動が全国で行われます。この活動をオレンジリボンキャンペーンと呼んでいます。オレンジ色のリボンには子どもへの虐待をなくし苦しむ子どもたちを支援しようという思いが込められています。このオレンジリボンキャンペーンとして調布市が行う取り組みというのはありますか。はい、まず11月7日市役所前庭で市内の小学生がみんな仲良しというテーマで描いた絵を貼ったゴミ収集車の出発式を行います。これは調布市子ども条例の理念に基づくいじめや虐待のない町宣言を広く知っていただくことを目的とする事業でオレンジリボンキャンペーンの一環として行っています。11月11日には女性に対する暴力根絶運動の国際的シンボルマークであるパープルリボンとの共同企画として調布市文化会館田作り1階でミニコンサートを行います。また FC 東京のご協力のもと11月22日には味の素スタジアムでの FC 東京対サガン鳥栖戦のキックオフ前に観戦でご来場の方にオレンジリボングッズを配ります。スタジアム内では児童虐待防止のコマーシャルも放映されます。その他に期間中は市の職員もオレンジリボンとパープルリボンを身につけます。いろいろな取り組みが行われるということですね。11月には養育家庭体験発表会も行われるということですが、これはどういったものなんでしょうか。はい、まず養育家庭とはさまざまな事情から親元で暮らすことのできない子どもを一定期間養子縁組を目的とせずに育てる里親の家庭のことです。東京都では特にホットファミリーという愛称で呼んでいます。養育家庭体験発表会は地域の皆様に向けて里親の方が子育て体験談をお話しする場です。養育家庭への関心が高まり登録家庭が増えるようにとの目的で毎年里親月間にあたる10月から11月を中心に各地で開催されています。委託される子どもの事情には時に虐待も含まれることから養育家庭の普及はオレンジリボンキャンペーンにも関連があるといえます。なお今年度調布市での発表会は11月10日文化会館田作り8階映像シアターで開催します。養育家庭登録の相談コーナーや養育者と子どもとの絆について講演会も合わせたプログラムとなっています。ところで児童虐待というのは具体的にはどのようなことを言うんでしょうか。はい、児童虐待とは大きく4種類に分けられます。身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、つまり育児放棄、そして心理的虐待です。配偶者への暴力を子どもが目の当たりにすることも心理的虐待にあたります。注意していただきたいのは虐待であるかどうかは子どもや保護者の状況、生活環境などから総合的に判断すべきということです。親がしつけだと思って行っていることも場合によっては虐待となり得ます。あくまで子どもにとって有害な行為であれば虐待にあたるということを知っていただきたいと思います。それでは実際に児童虐待と思われるような行為を見たり聞いたりしたときはどのように対応すればいいんでしょうか。はい、まずは匿名で構いませんので子ども家庭支援センター健やかに連絡をしてください。担当の職員がお話を伺います。お話を伺った後に対象となる児童の状況などの確認をします。その確認に基づき必要であると判断すれば支援を開始します。夜間など健やかの閉館中は児童相談所の全国共通ダイヤル189にお電話ください。それでは最後に一言メッセージをお願いします。はい、まずは子ども家庭支援センター健やかをご利用いただきたいということです。
子どもを育てるということには喜びや楽しさの一方で、お子様の健康や発達に関すること、または子どもが言うことを聞かないといった悩みや不安、心配事も尽きないことと思います。そのような悩みを話せる相手が見つからず、孤独感から育児ストレスが溜まっている方もいるかもしれません。悲しいことに、育児ストレスが原因となった児童虐待も発生しています。悩みは一人で抱え込まず、子ども家庭支援センター健やかに気軽にご相談ください。専門の相談員がお話を伺いながら一緒に考え、子育てに関するアドバイスやさまざまなサービスをご紹介します。周りの人たちの助けも借りながら、児童虐待防止について考えていきたいですね。子ども政策課のともさんにお話を伺いました。